く。バード星を守るべくスペースカノンの前に降り立ったギャバンたちの前に突如として現れた謎の敵、果たしてその正体は。封印された力、バリオゼクターの脅威。あれは実験中の超電導コンバットスーツ、バリオゼクター。あまりにパワーが強すぎるため使用禁止になったという。信じられん。だがなぜだ。この俺が最強であることを証明してやる。行くぞ。うん。ぐっ、上着。Thank you.
危険なるがゆえに連邦警察に封印されていたバリオゼクターを混乱に乗じて盗み出し密かに装着していたのは誰やろうハンターキラーだった。しかし最後は自らのコントロールを失い自爆した。恐ろしい相手だった。あれが超伝導スーツの力か。宇宙刑事への執着が命取りになったんだ。かわいそうなやつかもしれんな、ハンターキラーって男は。驚き、そして哀れむ宇宙刑事たち。しかしこの間にも窓星崩壊の危機は刻一刻と迫っていた。戦え宇宙刑事、決戦の時はもうすぐだ。稼ぎぐらいにはなったかね。ようやく面白くなってきたよそろそろ私が直々に相手をしてやろうかね